どうもお疲れ様です。マイヒメ大学特別講義でございます。今回のテーマはですね。まあ、ネットビジネスをしたいんだけども、なかなか時間が取れないといった方に、えー、まあ、講義になるかなと思うんですよね。まあ、あの、ネットビジネスに限らず、何か新しいことをやるときに、必ず出るのが、この時間がない問題なんですよ。いや、でもシンプルに考えて、時間って本当にないんですかねうん。なんかね、 自分が一番世界で忙しい人なら時間がないとも思えるんですけども岸田総理より忙ししいでですかかねねどううなんでしょうか、ねうん、いやバイデン大統領忙しいのかなと思いますし今ね実際にロシアウクライナで、まあ、戦争起きてますけどもウクライナで戦う兵隊さんよりも忙しいんですかねいろいろと考えてみるとどうにもなんないぐらい自分が忙しいわけはないよね。 っていう風に冷静に気づくと思うんですよじゃあ正確に言うと時間がない時間がないっていうのはどういうことかっていうと新しいすることをする時間がないっていうことは今までやっていたことの何をやめるかを決めてないとも言えるんですよねだからネットビジネスをするために1日30分とか1時間こう確保しなくてはいけないってことは1日のうちに今までやっていたことの30分とか1時間かかるものをやめるしかないと思うんですよ代表的なのが睡眠時間を 削るってことになったりもしますけどもどうでしょうかね睡眠時間削れなければ何を削りますかってことになると思いますですので何に時間をかけてるのかってことをまあ、思い直すことが大事かなと思います私のアドバイスとしては人間関係をね一人立つと30分1時間はあっという間に出てくると思いますそれこそ家族との付き合いやめてみたらどうですかってことなんですよずっとじゃなくていいんですよネットビジネスが軌道に乗り始めたらまた家族と一緒に 過ごせばいいと思うんですよそういう意味で言うとネネットビジネスに出稼ぎにぎ行くっていう考え方です昔出稼ぎっていう制度がありましてまあそういった習慣というのかなよくね雪国の方で東北とかで収穫の時期が終わって冬が来ると農作業ができないからあったかい、えー、南の方に行ってねそこで仕事をさせてもらうみたいなことをしてまた帰ってくるみたいなことがありましたまあ主には炭鉱で働くってことがあったと思いますけどもまあ炭鉱はね えーまあ、北は北海道から南は九州沖縄まであったと思いますがまださまざまなところで働くことによって地元で働く以上の成果を上げて、えー、手荷物抱えて帰ってくるみたいなことができると思うんですよそれに対して家族は頑張っていってらっしゃいっていうふうに送り出すと思うんですよねそして半年ぶりに帰ってきた家族をお,お父さんはねすごく迎え入れ,れていい家族でまたね過ごすみたいなことがあったのかなと思うんですよ だからネットビジネスに出稼ぎに行く感覚で3ヶ月なり、ね、6ヶ月とかをちょっと家族と話し合って時間をもらうっていうのはどうかなと思います、まあ、その他にも様々考えることはあるんですけどもまあ一つ私が言えることとしてはその当然趣味をやめれるんだったら趣味をやめていくとか、うん、楽しみをね一つ二つ削っていくとかっていうのはあると思うんですよ。 あのネットビジネスがやりたいわけじゃないですかだからネットビジネスがそのまんま行動の癒しとか息抜きになったらいいんじゃないかなと思うんですよどうでしょうかねうんいやネットビジネスが嫌なのにやるっていうんだったらなかなか時間を作ろうっていう考えにはならないと思うんですけどねえそして今回の、まあ、締めになりますけども時間がないからこそネットビジネスやらなければ永遠に時間はできませんよ、うん、あの私の例を言うまでもなく私40を過ぎて ネットビジネスを始めたわけなんですけども、最初にやったのはアフィリエイトだったんですが、そのアフィリエイトを3年間やっただけでね、今の暮らしになりましたからね。急に、急に自由になりました。<laughs> 時間の自由があるのに、その時間の自由をどっかに働きに行くことに使わないってことは、金銭的な自由もある程度手に入ったかっていうことなんですよ。まあ、むしろね、空いた時間で今、一生懸命お金使ってるような状態ですからね。非常にありがたいなと思ってます。はいまあ、そんな感じで、 ネットビジネス、時間がない方のために、自分の、うん、こうね、削れる時間を早く見つけ出すこと。これが一番最初のネットビジネスの仕事になると思います。で、二つ目は、時間がない人ほど、ネットビジネスをやらなければ、時間はできませんよ、ということになります。ネットビジネスで一定の成果を出せば、あとはね、時間とお金の問題は、一気に人生から片付きますんで、それ以外の方法をぐだぐだ続けてると、ずっと、そのぐだぐだが続くだけでございます。だからね、ネットビジネスに興味持ったと思うんですよ。 全然これね、ネットビジネスって参入者は多いですけど、脱落者はものすごく多いんで、ですんでね、ネットビジネスで頑張っていこうという、そのセンスは正解だと思います。それでは、待ってます。